皆さんこんにちは今回発酵の基本を担当させていただきました発酵食品寺子屋代表の大沢梢と申しますでこちらの発酵の基本でどんなことが学べるかというのを簡単に説明していきたいと思いますで基本的には発酵食品のお話をしていくんですけれどもあのー、私はもう皆さんにいろんな方に見ていただきたいって思ってますけれどもやっぱり美味しいものを食べるのが好きって人間の 直の欲望だと思うんですねなのでおいしい食べ物を食べるのが好きな方とかあとそれを作るのが好きという方ですねあと比較的最近発酵食品って流行っていると思いますなので流行っているけどまあどんなものかわからないそしてどこから勉強していけばいいのかわからないという方もぜひ見ていただけたらなと思います。 あとは食育っていう言葉が最近ありますけれどもちょっと健康に気を使い始めたんだけどどこからまた勉強するのがわからないっていう方も簡単に見ていただけるのでよかったら見ていただけたらなと思います。 であと知らないことを知ることが好きって書いてありますけどこれ、私の趣味なんですけれどもやっぱり知らないことをしていくっていうのは自分の人生の幅とか知識だったりとか選択肢を増やすことにつながると思います。なので、まあ、そんなにあんまりよくわからないけどとりあえず見てみようかなっていうのでも全然いいとと思いいますあの特にね日本のの歴史かかも入っっててくるのでたたたらら見ていただけたらなと思います。 で実際講座に学べることなんですけれども今回は本当に発酵食品に対ししてて基基本本中のののことだけを話しています。なのであのまあ発酵食品についての基本、まあ、歴史だったりとか種類だったりとかあと最低限覚えていただきたい押さ、まあ、えていただきたいポイントなどを重点的にお話ししていきます。 で特に発酵食品店頭にもたくさんいろいろありますけれどもあの大事なのはご自身が目利きができることが現代はとても大事なんじゃないかなと思いますなので発酵食品の,その自分で作るっていうのもありますし店頭で買うっていうのもあると思うんですけれどもどんなものを選んでいったらいいのかなっていうところも簡単に入れていきたいと思います で特にあの忙しい現代児皆様仕事だったりとか子育てだったりとかいろんなことがあって今すごく忙しいと思いますで毎日とる食事にやっぱり時間をかけられなかったりとか最近外食が増えてるなとかもちろん外食が悪いわけではないんですけれどもあの発酵食品使いこなせるようになると日々の生活が楽になりますそれはもう私が人生で一番感じてるところなんですけれどもなのであのご自身の人生の食育を豊かにするためにぜひ見ていただけたらなと 思っております私の自己紹介を今回簡単にさせていただきたいと思いますあの私住田区の下町生まれで育ちましたで幼少期の頃なんですけれどもあまり体が強くなくてですね入院しがちの子供時代を送ってたんですけれどもその時にあの健康になりたいということで自分で 食育とととかかあとはまあ医学とか、まあ、どうやったら自分が健康な大人になれるんだろうっていうことを自力で学び始めたのが実は小さなきっかけでしたでその時にあの工事ってすごいなってあの小学校の図書館で読んで思ったんですけれどもそれを母親に言ったらあの母親が「え なんでこうじなんて買いたいのみたいな感じで全然相手にしてくれなかったので自分でお金を稼げるようになったら発酵食品たくさん作ろうって思ったのが実は幼少期のきっかけです。なののであの 高校生の時にぬか床デビューって書いてありますけれどもあのアルバイトをしてアルバイト代が入ったのでやっぱりぬか床から作ってみようかなと思ってぬかを買ったんですけれどもあのやっぱりあの高校生遊びたい盛りなので毎日混ぜることができず初めてのぬか床は2ヶ月ぐらいでお亡くなりになりました。 なのであの講座とかでもよくあの先生っていう立場なのですごい最初からちゃんとやってたんですよねってよく言われるんですけどスタートはやっぱりみんなこんななこ感じだと思います、はい、でそのまま特にあの発酵食品について仕事に就こうとはもともと思ってなくただの私の食育のためだったので普通に就職しましたで普通に就職したんですけれどもあのいろんなきっかけがあってあの私のところでやはり料理を学びたいって言ってくださる方が多くなったので。 料理教室として開設したっていうのが実は始まりとなっておりますでそんなうちの等教室なんですけれどもだいたい年間約16種類のお味噌作りをベースにしている教室になりますでそのプラス旬の素材を楽しむ季節の発酵食品を皆さんで学んでいただいてますあの基本的に私は今日は洋服ですけれども着物が好きなので、まあ、着物で養団に立ったりとかあとはあのいろんな 同何のいらっしゃるので歳歳かららら本当80歳ぐいいいの方ままでいらっしゃいますで料理教室からは特に男性あの立ち入り禁止ですというところもあると思うんですけれども私の,のところでは特にそういった制限はないのでもう皆様楽しく来ていただいている感じです。 であのお味噌の種類なんですけれどもあの初めて見るお味噌の種類もあるかと思うんですがいろんな大豆といろんな麹を使って作っております大体いい年間16種類なんですけれどもあのまだちょっとお味噌の種類が増えているので今後増えていくかなという感じがします。 であのお味噌なんでこんなにたくさん種類作らなきゃいけないんですかって聞かれるんですけれどももちろんあのご自身の好きなお味噌の種類を確認していただきたいっていうのもありますしあと発酵食品っていうのは基本的に多種菌を取り入れた方があの腸内環境が良くなるので東京室でも麹屋さんは今3カ所使ってますでその大豆の味とかあと発酵の具合によって麹を使い分けてるので、まあ、必然的にお味噌の種類が多くなったっていうのがあります。 でそれプラスなんですけれども季節の発酵食品仕込んでますお味噌自体は1年間仕込めますけれども季節の発酵食品っていうのはその旬の時期にしか仕込めないものです例えばまあ木揚げ醤油、まあ、お醤油ですねお醤油を仕込んだりとか塩みりんを仕込んだりとかあとキムチキムチはあのまあ一応基本的には通年やってますけれども白菜の旬の時期にやったりとかします あとまあぬか床ですとかチーズですとか、まあいろんなものがあるんですけれども。やはりあのそら豆だったりとか、そら豆って皆様塩茹でにして食べたりとかすると思うんですけど。そら豆の時期だいたい三月から5月と短い時期なので、その時期だけにやったりとか。っていう教室があります。あとあの、まあ皆さんもそうかもしれないんですけど、私もすごい甘いものが好きで。あのまあ精製された砂糖とか、はもう使わないんですけれども、発酵食品で。 あの特にみりんだったりとか甘酒だったりとかで甘味をつける発酵食品のスイーツが私が個人的に好きなのでそういったものもさまざまな発酵食品世の中にありますけれども。あの 何から始めていいですすかかかってたたままに聞かれたりとかしますでももちろん自分が一番使うものを最初に取り入れていくのが一番の近道なんじゃないかなっていうところを東京室では指導しているので皆さんの好きな発酵食品探す手助けができればいいかなと思っています。